のアバだよ。ネコルンだよ。タブリステーション。ねえねえクマバ、数字の1って何かに似ていない？見たことがあるような。あ、わかった。今回は歌って楽しく数字を覚えるテーション。数字の1はなーに？コーバの煙突。もっくもっく。数字の2はなーに？お池のガチョウ。ゴーゴー。数字の3はなーに？赤ちゃんのお耳。ピックピック。数字の1は煙突だね。数字の2は課長さんだね。はい、テイション。ところでクマーバー、数字の8はかけるテイション？数字の8は5。正解、テイション。みんなもかけたかな。それじゃあ数字の歌を一緒に歌っておさらいするテイション。はい。
たか覚えてるです？イクラとエビと、あれ？一緒にいくつ食べたか数えてみるです。10個。どのお寿司も美味しかったよ。美味しいご飯の後にはなんて言えばいいかわかるです？もちろん。せーの、ごちそうさまでした。ここでお知らせです。みんな聞いて、じゃじゃーん、 DJ クマーバが音楽フェスに出ることになったよ。6月4日と5日に開催される日比谷音楽祭に DJ クマーバが出るです。このイベントはオンラインで無料で見ることができるです。詳しくはクマーバチャンネルホームページをチェックです。
果物がいっぱい流れてきてるよ。クマーバは果物の名前はわかるです？もちろん、どれも大好きだよ。それじゃ、並んでる果物の名前を当てるです。この果物は何です？いちご。これは何です？みかん。これは何です？梨。これは何です？パイナップル。これは何です？メロン。これは何です？スイカ。これは何です？リンゴ。これは何です？ブドウ。これは何です？バナナ。これは何です？桃。これでおしまいです。どれもいい香りで美味しそうだね。うーん、お腹が空いてきちゃった。どれも食べ頃です。この果物全部で何種類あったか覚えてるです？いちごとみかんと、あれ？一緒にいくつあったか数えてみるです。子供がお店にやってきて、
かけるでしょ。また一緒に歌おう。